はい、空のベースの中に2個のダイスを入れます。振ります。中の目を透視します。1、2です。もう一度やってみましょう。これ確かに1、2当たってましたね。はい、4号です。こういうふうに、簡単に投資ができます。もちろん投資の他に予言もできます。同じような現象ですから、大切に読んでみてくださいね。3個のダイスが入ってます。1個、2個、3個目はポケットにしまいます。そうするといつの間にかダイスが戻っています。1個、2個、これをしまいます。また戻ってます。まあまあ朝までやってもこれは戻ります。またしまいます。1個、2個、開けるとたくさんのダイソーに変わってます。